こんにちは、牧野ゆかりです。十字モデルの学びでは、3種類のモデルを学び手の成長に合わせて使い分けてください。優しい十字モデルは芽が出る段階です。議論の十字モデルで花が咲きます。そして論文の十字モデルでは種が実ります。じゃあ始めようか。卒業研究10期生の歩み、まず見てほしいのが僕の作ったスライドやねんけど、売れてるけど、みんなもうね、3回生のその対話デザインプロジェクトも終わって、4回生になったらもうすぐ卒論に取り掛かるんや。んで、他のゼミとちょっと違うところが、うちらの卒論の組み方っていうんが、その何もう随時添削し合いながらみんなで作り上げていくんやんか、お互いの卒論を。だから他の人らはなんか黙々と夏休みとかこもって作り上げていくとかじゃないから、どうしても全体で作る流れになるねんな。で、まず4回生になって4月卒論の分析練習っていうのがあんねんけど、まあ、4月いっぱいまではその今までの歴代の先輩たちの卒論を見て、それを十字モデルとかに当てはめて、なんていうん、もっとここをこうしたらよかったとか、こう書いた方がよかったとかいう、改善をしていく練習をまずします、4月で。で、その改善の練習を十分にしたら、そこから自分たちの作る卒論の時間がちょっと5月の頭ぐらいにあるんやけども、ちょっとしたらもうすぐ卒論経過報告、まあこれが僕らのその卒論の添削のし合う会みたいになるんやけど、その添削し合う会の時間がそのゼミの時間やねんな。で、1時間半で多くて3人から4人までしか添削し合えることができひんから、どうしてもゼミのみんな全員の添削し合う一巡するってなったら1月ぐらいかかる。だから大学の前半でまあできるんは2週まで。だからだいたい1、2回は、できるってなってんのかな。で、8月、9月が夏休みやけど、その時にも1回みんな集まって、そこで簡単な経過報告をもう1回すると。んで、後半、大学の後半に入って、もう一回同じことを10月、11月で経過報告し合って、12月の末は締め切りに間に合わすと。まあ、卒論の組む流れ、全体の流れは簡単に言うとこんな感じです。それで、みんなに知っておいてほしいことが、今皆さんに配ってるその卒論の私たちが書いたものなんですけど、その中には、表面上は書かれてないけど、すべて十字モデルが当てはまってます。その A4 1枚にすべて十字モデルが当てはまってるって考えてください。で、まだ2年生からしたらちょっと十字モデルって何っていうところがまだあると思うんですけど、ちょっと簡単に説明するので聞いてもらえたらなと思います。で、まず背景にあたる部分が、問題意識なんですけど、みんなが一体何を調べたいかということです。もう私だったらダイエットについて調べたんですけど、他にジブリが気になるとか、こういう風な映画を調べたいとか、そういった問題意識が背景に来ます。で、その背景を考えた上で次に来るのが先行研究、反論です。みんながその自分が調べたいことについて本をいっぱい読むっていう過程がこの反論っていう部分にあたります。で、その本を読んだ上でこういうことがわからないとか、こういうふうな仮説が出てくるんじゃないかという自分の中でその本を読んだ上の問題を出してきます。それが未解決の課題。で、それからちゃんとした、何々は何々であるっていう仮説を導き出します。それが命題っていうところに来ます。で、その命題は何々が何々であるっていうのを、どう言ったらいいんですかね、データとしてちゃんと証明するために、みんなが調査をしなければいけません。アンケートとか、あと本をいっぱい調べて、こういうふうなデータが出て、こういう結果が出たっていうのを導き出すための調査ですね。それがこの具体に入る、調査です。で、それからこういうふうな結果が出たからこう思うっていう考察を踏まえます。それが抽象に入ります。で、最終的に〇〇は〇〇である。この命題は自分が挙げた命題は正しかったとか間違ってたとかいう最終的な
結果を出す部分がこの提言の成果と課題っていう部分にあたります。こんな風に卒論の中には十字モデルが当てはまってあるっていうのを皆さん知っておいてください。十字モデルの背景の部分について説明していきたいと思います。ここには自分が卒業研究をしていく上でなぜこのテーマにしようと思ったのかの、調べるきっかけとなった経緯や動機を示す部分となります。卒業論文のアウトラインの、アウトラインでは初めにの部分に当てはめることができます。ポイントとしては最初の一文に社会の現状や一般論を記述することです。自分の卒業研究が社会にどのような意義を持っているのかという説明の根拠となるためです。2つ目は文献を引用することで説得力が増すことです。その後に考察を述べるとスムーズに問題定義に持っていくことができます。でその問題定義なんですけど問題意識なんですけど、これはより多くの情報を収集してさまざまな角度から検討する必要があります。問題を提起することっていうのはすごく難しいことで何度も熟考するたびに変わっていくものなので時間がかかることを念頭に置いて計画を立てていくことをお勧めします。私は先行研究について話します。さっき出した十字モデルの中の、背景を考えた上でどういうふうな本を読んでいったらいいか本を読み進んでいったらいいかっていう部分の一番左端にあった部分が先行研究なんですけど、時期的には、4年生の春学期から11月前半までが先行研究に当たると考えてください。この間で本をいっぱい読んで自分の中に知識を蓄える時間だと思ってください。で、そういった先行研究の上で何をしたらいいか何を注意しながら、先行研究を進めていったらいいかっていうことをお話しします。まず一番に本は購入する前に図書館で吟味しておくことをお勧めします。どうしても本を買うってなっちゃったらどういうふうな本にしようとかお金がかかることなんでやっぱり本を買う前にすごいどれにするかって選んじゃうと思うんですよ。そしたら一度買ってみた本を並べてみたら同じような系統の本ばっかりになってしまってて、ああなんか全部一緒のこと書いてて結局自分の中でなんか未解決の課題が出てこないなっていうことが多いと思うので本を買う前にまず図書館で一回ざらっと気になった本は全部手当たり次第に読んでいってみてください。でその本を読み終えた後に、おすすめすることが2番の見たこと聞いたことすべて白い紙に記入っていうことです。本を読んでいく上で自分がこれってこうなんだとかここなんかおかしいんじゃないと思ったことは全部白い紙に一度記入してみてください。それとあと一回一回先行研究も随時報告会があるんですけどその時に先生から何かアドバイスをいただきます。それも全て白い紙に記入しておいたら最終的に自分で A4 の紙に1枚に収めないといけないっていう時に何かそれが自分に必ず役に立つと思うのでこれは絶対お勧めしておきたいっていうことです。で、一番最後に先行研究の上で、一番注意してほしいことですねが3番なんですけど行き詰まったらテーマを変更っていうことなんですけど先行研究をしていってだんだん本を読んでたら結局未解決の課題が出てなかったこういうことを調べたいっていうことが出てこなかったってなってしまったらあっという間に12月だったっていうことがあるので先行研究をしていってこれを何回続けても結局自分の中で調べたいことが出てこないだろうなって途中で思ってしまったらもう一気にテーマをガラッと変えてみてください。やっぱり自分がどうしてもこれがいいっていうテーマはあると思うんですけどどうしても頑固になってしまってたらあっという間に12月で締め切り間近ってなっちゃうので、何かちょっと頭を軽くというか、転換してみたらどうかなって思います。先行研究で私が注意してほしいことをおすすめしたいことはこの3つです。以上です。先行研究について追加で3点、ポイントを伝えたいと思います。まず使えそうな文献は必ず1箇所にまとめてメモしておくことが基本的なんですけれども大切です。内容とともに、筆者、発行年、タイトル、出版社、ページ数をメモしておくと参考文献を書く際にもう一度見直すという手間も防げますし文献を、また新たに見直したいなと思うときにもすぐに見直せると思います。
次に先行研究をしながら思いつく未解決の問題をどんどんメモしていくことが大切です。思いついた分野で新たに本を探して本当に未解決の問題であるかをじっくり調べて見極めることでより深い内容の仮説を立てれると思います。最後に文章化の際は一貫性のある文献のみを取捨選択することが大切です。あくまでも先行研究は仮説にたどり着くための第一段階ですので、何度も客観的な視線で自分の文章を見直してみて必要な部分のみ絞れているかを見直すことが大切です。反論から論爆の部分の説明をします。まず十字モデルでいう反論から論爆の部分が、卒業研究でいう先行研究からの未解決の課題の部分にあたります。なので論爆の部分では未解決の先行研究からの未解決の課題や疑問を示していきます。でアドバイスなんですけど、まず一つ目にこの先行研究に足りないものを探していくときに、読みながら疑問に思うことをメモに残していったり、と私の場合だったら本に大きな付箋を貼ってそこに疑問とか課題を書き込んでいってました。と2つ目に論博は文献でもいいってことなんですが、とこの場合対立した文献が存在することを示して、とどちらの立場が自分の主張に近いのかを考えていくっていう形で、卒論分析を進めていきます。と最後に論博は卒業研究の中でも最も大切な部分にあるってあるんですで私は思うんですが、自分が何を調べていきたいのか何を分析したいのかをもう文献を読んでいく段階で少しずつイメージしていくことで今後分析に取り掛かるときにスムーズに進めていくことができると思います。命題について説明します。先行研究でいろいろ自分が調べたいことを絞っていった後に未解決の課題を導き出した後にそれらを踏まえて出てくるのがこの論文の要点となる仮説なんですけど、ここで私が大事だなと思ったのがさっきから何回も言ってはるんですけど、自分の考えに固執するばかりでなくて柔軟性を持って取り組むことだなと思います。牧野ゼミはすごいテーマが自由なんでみんなそれぞれこれはやりたいなとかあると思うし、私自身もずっとこのテーマで調べたいなっていうものがあったんですけど、実際先行研究をしてみてその本の中に自分の調べたいテーマの答えが出てたりだとか、実際文章を構築していった上でよく見てみたらちょっと十字モデルの軸にブレが出てるなとかあって、で私の個人的な場合なんですけど、なんか年始に最終提出先生にあって、で年末に個人的に添削していただいてたんですけど、もうその時点ちょっとズレがあったので、もう最終段階の前に命題を変えたということもあったので、もう絶対このテーマで書きたいとか絶対これが調べたいというのはもちろん大事だと思うんですけど、そればかりに固執するんじゃなくて最初は漠然としたテーマだけ置いといて先行研究をしていくうちにそれをちょっとずつ絞っていった方がいいんじゃないかなと思います。次は具体です。皆さんが卒業研究の調査方法や、実験方法にあたる抽象を本格的に進めていくのは主に秋学期以降になると思います。ですがそのおおよそのその完成形というのを11月の後半頃から12月にかけて発表する機会がみんなありまして、そこでみんなに添削とか発表とかもします。なので自分の卒業研究の調査方法であったりとか実験内容というのはなるべく早めに決めて、その上でアンケート調査などを実施すれば発表後にも修正が効きますので、より良い自分の研究につなげることができると思います。次にその例えばその自分の卒業研究の調査方法を例えばアンケートでするのであれば、自分がその回答してもらう際に相手が期待するような回答を得やすいようなものにしてしまうと、それは誘導質問になり論文としての信憑性が、なくなります。質問は客観的なものにしましょう。僕からは、その調査方法についてちょっと説明させていただきたいと思います。仮説を立てることができたら、次はその真偽を調べるためにその調査に取り掛かるのが一般的な流れとなるんですけれども、この中のほとんどの人はアンケート調査という形で進めることになると思うんですけれども、調査方法っていうのはアンケート調査以外にもいろいろあるんですけれども、
で、そのまず調査法の、妥当性と信頼性というのがちょっと大事になってきます。で、例えば、僕自身がアンケート調査だったので、その、調査を例にしてちょっと説明させていただきたいんですけれども、そのアンケート調査の質問項目が、仮説に沿った質問内容になっているのかっていうのが、まず大事になって、で、他にそもそもその、仮説に対してアンケート調査っていう調査のやり方が、合っているのか適しているのかどうかっていうのも考えないとダメです。で、まあ、それが多分この2つが思い浮かんだことなんですけれども、まあ、それ以外にもいろいろあって、で、まあ、そういったことを念入りに考えた上で、まずできたら、対象の方じゃなしに、まあ、ゼミの友達やら、まあ、家族やらにいろいろ試して客観視してもらって、で、その、まあ、ここは違うんじゃないかとか、ここはもっと別の質問の方がいいんじゃないかっていうのを指摘してもらうことが大切だと思います。で、まあ、そういうふうにやって試行錯誤を重ねて、で、まあ、ほんまの対象の方に実施したらいいんじゃないかと思います。で、まずこの、調査方法なんですけれども、ここで失敗したら後に続く考察の方が意味をなくしてしまうので注意が必要です。ここからは具体と抽象を通してのちょっと注意点を説明したいと思います。まあ、実際にこれは文章化していく上でのちょっと、まあ、アドバイス的なことなんですけど、まあ、3つありまして、まず1つ目は実験結果をグラフで載せるっていうことはとても大事でございます。まあ、先ほどのようにアンケート結果を取った時にですね、まあ、それを実際パーセンテージとかそういうグラフで載せてあげると、まあ、すごいわかりやすいよと。まあ、どうしてもそのグラフを載せてしまうと、3、4行ぐらいスペースを取ってしまって、これ邪魔やなって思っちゃうんですけど、まあ読み手としてはやっぱ文章ばっかりのやつとグラフがあるのやったらやっぱりグラフがある文章の方がよっぽど読みやすいので、まあそれで読み手の意識をこう高めていく上でもやっぱりグラフは載せてあげた方がいいかなっていうふうに思います。で、またグラフ自体にも何パーセント何パーセントっていうふうに数字も書いてあげるととても伝わりやすいです。で、二つ目、データを載せるだけでなくそこからの分析こそが肝です。まあ、そのアンケートの結果とかで、これは何パーセントでした、こういう感じでしたっていうふうに載せるだけやったら、まあ、それは卒業論文じゃないんで、まあ、その結果から、あ、僕はこういうふうに思いました。だから、こういうふうに仮説のあれにつながりますっていうふうに、自分の分析までを載せることが大事です。まあ、ただ、その結果が出た時にアンケートの、それが自分が当初した、予定していた結果と違うことがあります。まあ、僕がそうだったんですけど、で、アンケートを取って、まあ、その、期待していたあれとは違ったっていう時になった時に、まあ、僕がそれが1月の頭だったんで、もうアンケートを問い直すこともできないし、今更、まあ、どうしようもないってなった時に、まあ、その時は、その、なんでそのアンケート調査方法やったらダメやったかっていう原因をちゃんと追求して、まあ、ここがこういう風でダメだったから、この実験には繋がらなかったっていう、その部分までをちゃんとしっかり載せてあげれば、まあ、それは卒業論文としてちゃんと形が整っているので、まあ、それで大丈夫ですと。だから、間違えても無理やりねじ込まないようにっていうことを大事にしてほしいです。まあ、それねじ込んでしまうと、それは十字モデルに当てはまっているようで、当てはまってないみたいな、なんかクソみたいな論文になっちゃうんで、自分の失敗をちゃんと認めて書いてあげてください。で、三つ目、数値系のアンケートを取った場合に、最後に評価をしてもらいましょう。批評ですね。まあ、これ、5段階評価でこれ答えてね、みたいなアンケート結果に多分、アンケートしていくと思うんですけど、みんな。で、その時に最後に、じゃあ全体を通してどういうふうに感じましたかっていう批評を取ってあげると、とてもいいと思います。まあ、その、どうしても数値だけやったら自分の、その、視野でしか、これは何パーセントかこうかなっていうふうにしか取れないんで、まあ、他の人の率直な意見を聞いた上で、あ、そういう視点もあったんだっていうふうに、また自分の考えが広まっていく、深まっていくと思うんで、まあ、これは取ってあげたらいいかなっていうふうに思います。次に提言についてなんですけど、まず提言っていうのは、研究の成果と、今後の課題ということで、研究の目的に対して何を明らかにできたのかっていう研究の成果と、何を明らかにできなかったのかっていう今後の課題についてを示します。で、アドバイスなんですけど、2つありまして、1つ目は全体のまとめとなる部分なので、最後に文章の軸にブレが生じないように、言葉の伝え方には十分に気をつけることが、大切だと思います。で、二つ目なんですけど、やっぱり最後とはいえ、言いたいことがいっぱいあると思うんですけど、何々が分かった、今後は何々の研究を行いたい、などのようにシンプルにまとめると良いという、アドバイスがあります。ここまで来るまでに、すごい道のりは長いんですけど、
最後の提言も丁寧に書くことでこうまとまりができてより良いものになると思います。ここまでは十字モデル一つずつの項目について説明してきたんですけど、卒業研究を全体を通してのアドバイスを今からしたいと思います。人の意見に耳を傾ける、また他の人へのアドバイスも自分のこととして捉えると参考になる。何度かある進捗報告の中で先生やゼミ生のみんなから批評をしてもらえるのですが、その意見は素直に受け止めてください。そのアドバイスをもとに改善していくことでより良い論文に近づけることができます。また自分以外の人の論文に対するアドバイスにもちゃんと耳を傾けることで自分の論文にも当てはまることがあったりするので、そういうのも参考にしてください。引用の書き方やレイアウトなど基本的なことは最初から確認しておくこと、もし最後に確認した時に余白ができてしまったりして修正しないといけなくなることがあります。そうならないために引用の仕方とか、レイアウトとか文字の大きさなどそういう基本的なことは最初から確認しておくようにしてください。自分が伝えたいことと論じるべきことが異なることがある。正しい取捨選択をすること。卒業研究は自分の好きなテーマで研究を進めることができるので、自分が言いたいこととか伝えたいことはあると思います。でも、そればっかりにこだわってしまうと論文でちゃんと論じるべき必要なことが抜けてしまうことがあるので、書きたい、その伝えたいこととかを書きたい気持ちはすごいよくわかるんですけども、正しい取捨選択をして文章を書いていく必要があると思います。最後に、時間配分を考えて計画的に進める。例えば先行研究とかに夢中になりすぎると最後にする論文とかに当てる時間が足りなくなってしまうことがあります。なので、うまく時間を使って計画的に進めていくことが大切です。続きで追加していきたいと思います。まず1点目が、自分の中では文章がつながっていて理解できてたとしても他の人が読むとそれほど伝わってないっていう認識を忘れずに持っていてほしいです。これは自分が書いて、あ、これめっちゃ内容よくわかる、通ってると思っても他の人が読むと実際には全然自分が伝えたかったことが伝わってなかったり、なんて言ったかな、理解、これこういう解釈をしてほしかったけど全然違う風に取られてしまったっていうことがたくさんあります。なので、これで大丈夫っていう過信をしすぎずに、随時、添削していってもらった中で意見を変えていって、誰から読んでも分かりやすく伝わるっていう文章を目指してほしいと思います。2点目が、時間を空けて読み返すことでまた新しい表現が構成が見えてくるってことなんですけど、これは一回自分で書き切りましたってなった時に少し時間を置く、1日でも2日間でもいいし 2,3 時間でもいいんですけど、ちょっとまた時間を置いてみるとまた別の表現がこっちの方がいいなとか、こっちの文章が先よりもこっちの方が先の方がいいっていうようにまた違う見方ができるんですね。なので前もって自分で早めに早めにしていくとそういう時間が作れて、もっともっといい卒論が作れるようになるので、そういった点で時間配分考えながら進めてほしいと思います。3点目は語彙力を増やすことなんですけど、結果を、伝えたりするときにこういう結果が分かったとか明らかになったっていうそういう表現ばっかりが重なって続けると、やっぱ読み手としてはすごく幼稚になってしまうので、いろんな言い方があるので語彙力、これから必要になってくる分野でもあるので今のうちに増やしていってもらって、同じことを伝えるんだけど違う言い方で言えるように、そういうところを気をつけてほしいなと思います。4点目は、先輩の卒論を参考にするです。この十字モデルのやり方でいろいろな、過去の先輩方々がたくさんデータを残してくださってます。それを参考にしながら自分の卒論がどうやったらもっといいものになるのかっていうのを研究しながら、一生懸命全然参考にでもよくに使ってもらったらいいと思うので、ぜひ活用してください。で、最後、周りのゼミと比べないっていうことなんですけど、これは本当に私たち10期生がよく言われたことなんですけど、2枚やからめっちゃ楽やなとか全然言われます。でもそうではないんですね。長文で書けばいいっていうわけじゃなくて、必要なところだけ簡潔に分かりやすく的確に書くっていうことが求められる、かなり高度な卒業論文制作になってます。だから結構難しいです。でも周りで一緒にやってくれる子がいるので、お互いに助け合いながら支え合いながらやればうまくいくと思うので、それだけ忘れずに周りのことはちょっと置いといて、自分は自分の卒論を完成させてもらったらと思います。で、最後によいしょ、
これが今ざっと説明な流れなんですけど、まあこれが全体のスケジュール、背景から先行研究規定、反論論白、命題、具体抽象がいって提言で全体の注意っていう風に一枚にまとめたこちらあるので、まあこれを見ながら、皆さん卒業論文で詰まった時などは参考にしていいものをそれぞれ作っていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。